よいしょ。ああ、来たー。シーバーだ。やおうから、これ。これとね、ドーミューションの理解ができるみたい。そっからはね、フリーキックできますからね。あ、でも一回出た方がいいのか。ピチャ焼き、アホエ。ピチャ。またよくキャラ作ったな。ヤマトリセのキャラ。で、近鉄の、一回でも、あれかな。やっぱしばらくで、最近ちょっと見たくて。でも、近鉄はフリーキップで行くんやで。一回チャージ、一回ピタッとした方がいい。あれ？ごめん。ん？あれ？タッチしたよな。あれ？よかった。あれ？あった。よかったよかった。ああ、よかったよかった。あった。焦ったな。ヤオの駅に置いてきたかと思った。でもそうですよね。だって、ピッてタッチしてますもんね。で、一回ここで、出るのはベッドだけですかな。で、よいしょ。近鉄の、調査案内です。近鉄ってなんかこっちか。あ、それ。近鉄線、こんな感じか。5時。今、6時。あ、もう直前だ。やばい。いいか。あ、間に合わんことはできる。いっそのこと、ちょっと一息歩くか。ね。まあ、いっか。運命かな。よいしょ。すいません。これ使いたいんですけど。はい、ありがとうございます。もう一度ヤマトリセンプロジェクトをね、ちょっとやってね。まあ確かにね、近鉄がね、あれだって開けましたからね。確かに。これは。風邪にてやるのか。幅を利かせてますけど、確かに。近鉄の方がからね。もについてどうのこうの言えた筋合いはありませんからね。まあ、あれだけうんこちゃんとスペムラでバズったわけですからね。で、よかった、平日ダイヤじゃなくてよかった。休日ダイヤだとこれでいけるんだ。なるほどね。ドーミューション駅も行きましたけどね、
朝4時半か10時って言ってんだよな、この駅。なんか村に駅来ないに新聞もあるし、飲み物もいっぱいあるし、セブンティーンアイスもあるし、パンもお菓子もあるし、なんか充実してるよね、この駅って。で、直後は普通列車で、あ、また折り返してたけど、普通列車で折り返して行ったら、なんだっけ、この名前忘れた。映画の衝撃でしたっけ。それで、確定やったら映画の衝撃に行けるみたいな。なんか確定しか止まらんのかな。準急もダイヤにないってことは多分そうだろうな。なかなかハードなところですな。どんなとこなんだよ。でこっからが、もう一回やな。大丈夫ですか。古市まで行ければ、富士入りしか行かないのが多いですよね。まあそこから、準急でもいいんでね、あっちの方に決めることは。長いですよね。長野線の方が多いですね。